幸せなコバちゃんです。今日は心理学のコアトランスフォーメーションの学問にセミナーに参加させていただいたんですけども、内なる存在、自分の中にある内なる存在を聞いてみたんですね。そうしましたら、私の中に入っているものは安心と平和と幸せと光だったんですね。なんかすごいプレゼントが自分の中に入ってて、なんかいい世界に入ってるなって思いましたよ。で、本当にありがとうございますっていう感謝の気持ちですね。本来持ってるものは、これは子供の時に出来上がった存在が安心、平和、幸せ、光、このように生きないといけないのかなと思いました。本当にすごいいいプレゼントだなと思います。本当に神様からの素敵なプレゼント。やっぱりドロドロしたところが嫌なんでしょうね、私。やっぱり平和でね、安心する、幸せな、喧嘩や争いのない、ね、ものを見たいですね。そして一人一人が輝いている世界をね、見たいですよね。今日の気づきなんですけども、本当にね、生きててよかったと思います。本当にありがとうございました。ではまた、さようなら。